お願いします。はい、誰も見てない、俺がいつも言うんですよ、誰も見てない、誰も見てねえけど明けましておめでとう。喋んないからね俺は、コメント、コメント二人やからね、喋んないからね、見てないですよマジで。後から見るんですよみんな、 YouTube とかで、ね、見てないんですよ。リアルタイムこの朝5時15分から見ないんですよこれ。だからナイトチューブの人たちも夜勤手当出るから来てるみたいな。本当は来たくないんですよ。出てんすよ夜勤手当。うん、絶対絶対出てる。ちょっと高いんすよ、なんかこう給料明細に手当みたいなのあって、夜勤多く入ってる人多分ちょっと給料高いんすよ、知ってんすよ。だから別にいいかなみたいな、そういうからくりっす、そういうからくり。じゃないとこの時間嫌でしょ、朝5時嫌なんですよ。もう喋ることも声出ないんですよ、はっきり言って。昨日飲みすぎたというか、喋りすぎたというか、まあ、一番の理由は内勤に切れすぎたっていう、うん、内勤にわーって声を、あと喧嘩って声張ったもん勝ちなんで、まあ、バーって張るんですよ。でもめちゃめちゃ声量出るんですよ、鼓膜破れるんちゃうかぐらい、声枯れるっていう、はい、そうなんですよ、切れたんですよ内勤に。内勤切れることもめちゃくちゃありますよ。基本的に俺ってもう社長やから、大ナンバーワン社長、伝説の男みたいになってるから、酒とか自分で作りたくないんですよ、自分の席で。でもちろんお客さんのお酒はまあまあ俺しかいなかったら作るけど、基本的にもそれも作りたくないんですよ。俺がパン座ったらブワー走ってきて、いや僕やりますよって言って作るのがまあ俺の店なんですけど、もう俺がこう10分ぐらいこう一人でやってたんですよ。もうイライラしてきて、もう誰に酒作らしたんじゃいって切れるっていう、はい、そう。だからもう俺何もしたくないんですよ、酒も作りたくないし、はい、何もしたくないんですよ、そうさせるっていう。今もね手羽先ってやってますけど、これ当たり前じゃないですか。そうバー走ってきて、やべえ夏木さんが酒を作ろうとしてる、これはやばい、切れられる、バー走ってきて、すみません僕やります、これで当たりました。これをやらなかったんです昨日は。10分もブチギレ、ブチギレっす。誰に何したん、お前どうなってんの。そうそうそう、長い長いな、長いな、長いなってどういうこと、話が長いってこと。いやそんな長くないよ。そうだからもうそれで喉がやられたっていうね。はい、来ました、ヤホイ川口さん、一番おいブサイク、おい目が細い、おいそしておいシャンパンコーンみたいになってる、この辺の髪の毛をこう寄せがちやから最近、はい、その髪の毛がこう目に入ってくるんじゃないかってから寄せてるから、もう髪の毛の束感が目の太さを超えたときに、はい、俺がこう目の細さが束感がもう超えてきてないって言ったら、はい、結構ガチでへこんでた、エイジ。どうも。最近ガチでへこんでました。あげました。いや、もう言ってるんですよ、僕。前回放送出てるんで。あれ、もう開けてた？開けてます。開けてます。噛んだね。噛んだねじゃなくて、開けた放送にいたから。エイジ、オフ感じゃないから。これ満開の本気感やから。本気です。これ満開の本気感やから。そう、本気なんです。これオフ感って言ったやろ。やめろー、俺のオンとオフとお前は何を理解してんねん、おい、やめろ、勘違いすんな、お前。オンです。満開なのに。満開に咲いてる桜見て、まだマシな方。ベンガレやんって言ってみよう、お前。うわー、咲いてんのに。ただちょっと。桜としてはもう今一番見てー。もうピークですよ、みたいな。見てーってなってんのに、お前はすっごい枯れ果ててるやんって言ってた。桜が、声出ないですよ。ほんで俺今言っている、腕折れてます。
あ、腕折れてます。本当に。本当に。今こっち二人とも笑いながら折れてます。へへっつってるから。腕折れてんすよ。完全に折れてます。うん。これ折れてんすよね。なんで折れてるかってこれ知ってますかね。いや、僕あんまりちゃんと詳しくは知らないですけど。知らないですか。内筋を、バーッ切れてるときに、こう、うわー行くからもうみんな止めるんですよ。うわー。止めるじゃん。その時多分やられたんですよ。外れてるんですか？じゃあ。いや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 、みたいな。いやいやいや。やられてんすよ、これ。内筋風の俺に恨みあるなんか、小僧みたいな。こう、後ろから。おいみたいな。折れてんすよ。うるせえみたいな。決めてんすよ。ここ決まってんすよ。俺止めてると見せかけ決めてんすよ。あとこの薬みたいな悪やるな、これ。バック入れてんだわ。違うんですよ。これ本当に、年末の放送で、仕事しろよみたいな、背景変えろよみたいに言ってた時に、そっから2、3週にわたってこうパンパンパンって変わっていったんですけど、これが従業員の中で一番ちょっと、評判がいいみたいな。これかっこいいけど、でもお前、そんなお前勇者の薬みたいなある？こんな。じゃあ多分あれどっちかって言ったらとどめの剣。とどめの剣をお前自分で飲むやついないやろ。喉とかに刺さってしまうんちゃう、この剣がガーンって。イガイガする、つっかえてイガイガする。ガーン刺さってますけど、勇者の薬でしょ、これ。完全に。こんなもん、横見てみ、N2 ってお前の横に N2 がすごいわ。N2 なんだ、俺パーカーのロゴやろ、そんな。N2 は。N2 に関しては。エヴァンゲリオンで出てくるあの爆弾の名前、うん、N2。違います、違います。違います、違います。そんなサブカルに詳しいみたいな一面出しません。夏希2ちゃうよ。夏希2の薬ちゃうよ。夏希の後ろに N8。ほら、N8 来てます。N8 来てます。どうでもいいですけど。腕折れてて声が出なくなっても俺は放送に来るよと。はい、で出勤するよと。ないやばいやろ。言ってたわ、R 指定も。ヨブヨブのおじいちゃんなんて、つけつえつきながらラップしてくれって。来たよ、このフリースタイルの話、来たよ。フリースタイルの話って、お前、そうだけど、ヨブヨブのおじいちゃんなんて、俺はラップしてるぜって。嘘でもかっこいいやん。まあ確かに、僕だって、夏木さんち行ったら、夏木さん、普通にちょっと疲れたな、最近みたいな時も、ヨボヨボになりながら、普通に僕の真横でずっとフリースタイルかましてきますね。すげえよ。30分ぐらい。じゃあだから、そんぐらいの意気込み、意気込みでっていうね。ほら、こっちの子も見てな、この、アメーバの。アメーバの。アメーバのやつだと、なんだこのヤンキーは。ヤンキーちゃうヤンキーじゃないですよ。ただ腕が折れてるイケメンです。ヤンキーっていうのは、襟足をここを達成してから言うよ、お前、襟足が。襟足がここを達成して、眉毛が爪楊枝より細かったら言うや。今の時も、こう知らないじゃないですか、そのヤンキー像。ヤンキーじゃない。でも、お前のこの、ね、目を見て、眉毛だと思って、さあ、爪楊枝より細いな、ヤンキーやってなったやろ、正解っす。うわーみたいな。ただ正直、ヤンキー、俺じゃないよ、お前らで。お前の目細い。ヤンキーはこんな、かぶんないでしょ、ニット帽みたいな。ヤンキーでしょ。絶対かぶんない。目が爪楊枝より細いなんて、眉毛やと思って、かぶんない。あれやろ。いやでも正直つまよしって言われても何とも思わないですけどね。一番最高気づいてお前何とも思いながら何とも思わんって言うのやめて。いつも本当は思ってんのに全然僕そんな言われてもめちゃめちゃ意識してんのになんか僕何とも思いませんって言うのやめて。何とも思いませんって言いながら思いっきり前髪こうグワーッと持ってきて目をひたすら隠そうとするっていう。なかなかないでしょ、目を隠す髪型。目を隠す髪型そうないでしょ。そんなヤンキーじゃ、ヤンキーなんですよ。だからヤンキーじゃないです、ヤンキーじゃない。どっちかでも完全にヤンキーに駆られてた方でしょ。完全に。だから今だって何も知らない人がパッて見たらヤンキーと駆られてるやつみたいな感じです。絶対にでヤンキーじゃん。絶対に。声が出ない肩折れてる人。障害者でしょ、もう。声出なくて肩折れてるんですから。障害者。目がサイコパスってやばい。だから昨日その声枯れて。目がサイコパスやって、ほら。いや、全然ちょっと危ない感じは出てましたけど、サイコパス。場所変わって。変わりましょう。次が。こっちがいいよ、俺。知ってるんですよ。最近そっち側のポジション気に入り出してるっていう。こっち嫌いやわ。あ、こっちやわ、完全に。僕完全にこっち側さ。こっちで喋りたい。ゲスト感出るやん。なんかこっち嫌やな。こっちか、こっちや。ああ、そっか、このロゴの下にある方がメイン感出ますね。そうなんですよ。ニキビとかもすごいですよ、肌荒れが。あれ、今日、あれですか、最近の夏希さんの生態事情に迫って。肌荒れがすごいですよ。すごい、肌荒れと、肩折れてる、声出ない。はい。だって昨日も肩折れた瞬間に肩折れてるからーって10分間ぐらいずっと言ってましたから。いや俺も言ってたよ。俺ずっと言われてました。肩折れてるかなーって。肩折れてるからーってずっと言われるから。そんなに肩折れてる人、肩折れてるからーって言うかなーって。で、手上げてみてーって言われて。手上げてたらもう上がんないから。上げてみてーって言われて。あ、でも折れてないからーって言って。いやでも折れてるんですよ、ほんとに。肩折れてるんです。いや、もうこんななんか、正直こんなね。はい。いいかわからないですけどね、はい、誰も見てないような女なんか、はい、出た定番のナイトチューブ叩き。ふざけた番組出てる暇ないですよ、こんな周り
ポストのポスターみたいな貼ってるんですよ。見えないと思いますけどね、こんなもん。まあ、いっぱいバーって貼ってるんですよね。あの趣味やった話なんですよ。あ、スタッフさんのね。ポスト見つめられてる、うん。この店じゃこの人が好きみたいな。相当ゲイですよ、ね。いや、待ってください。本当に夏木さんがいない間に僕がもう少しずつ少しずつナイトチューブの顔をごますって株を上げていたやつ。あ、こっちです。ナイトチューブよ、ごますですから、ね。ごますって株を上げて。あれ払ってますから。でも夏木さんが金払って、この出演権買って、僕ら出てますけど、そのバックマージンとして僕はあのスタッフさんからあのライブチケットとかめっちゃもらってます。そうなの、はい。なんバイブチケットバイブチケットじゃない、ライブ。バイブチケットじゃない。どこでもらうバイブ。どこでバイブもらうバイブチケット配ってやばいし。わぁ、もう今日も熱いライムが。熱いライムがめっちゃ来てるよ。だから、で、だからもう金払ってますから。あ、みんな金払ってるんだ、これ。みんな。金払って。青みたいに。カモやん。こびへつらって。カモ、うん。誰も見てない。誰も見てない、うん、1回の放送で8万人ぐらいしか見てない。8万人も見てない。8万人も見てない。20人ぐらいじゃないですか見てんの。20人ぐらい。そうまあ、地元のちっちゃい地域の子供でも集めれそうなんだ。子供会のレベル。子供会のレベル。子供会のレベル。8万円ならすごい。8万人もいない。8万人は見てたらね、すごいですよ。ねえ、これコメントしてた人でも、まあ、多く見積もって4人。4人コメントしてます。そうですね。すごい、なんか、めっちゃいろんな人がコメントしてくれてるみたいな体で、ID 全部一緒とかね。ID 全部一緒。ショック絶対スタッフやってなるよ。あ、スタッフも書いてるからね、スタッフ書いてる。本当に。なんか4分の3はもうスタッフさんですよ。実は書いてるんですよ、これ。1人はあと身内。多分従業員とかです、うちの。そう、あ、従業員も。従業員とかです。なんで僕らこんな朝から肩折れて声かれてすっごい必死わーって喋って見てるのスタッフか従業員そうそう身内いやいいぞ別にあとから YouTube で見てくれるから YouTube をご覧の皆さんもうすごいダイレクトに YouTube に、ね、走ってる今直接アメーバとかもあのアメーバなんちゃらみたいな知らんアメーバとかそんなニコ生とか YouTube をご覧の皆さんやっぱ最強のコンテンツは YouTube ですから間違いないそんなもん一番ね手っ取り早く入れますし YouTube、はい今見てるうちもこれやめて YouTuber になりますよちょっとそれ誰か見てた最近この放送をやめて YouTuber になる俺は最近誰か見てました YouTuber になろうと思うんですよつってお前思いっきりめちゃめちゃプラズマパーティーで働いてるけどな YouTuber になった方がいいと思う YouTuber? いけんか YouTuber だって YouTube で1個動画上げたらもう YouTuber やろ、はい、1個動画上げることになって、はい、じゃあ、はい、じゃあ YouTuber の入り口簡単すぎん僕じゃあもう YouTuber ですよ完全にいや、お前 YouTuber だよ。いや、僕だってもう普通に大学生の時とかバンバン YouTube の動画とかバンバン上げられてました。上げられてる方上げられてました。上げてる方は、ね、ただ、なんかそういうちょっとこう企画ものみたいなの撮ってね。で、それを勝手に上げられてるっていう。なんだろう赤裸々な。いいってもう、なんか大学生の時の話絶対嘘やもん、お前。ほんとほんとほんと。お前の大学生の時の話嘘やもんね。僕けど大学生の時の話、あれ、これ初めましての話でしたけど、あれでしょその飲み会開いて、その飲み会、いやもう金あ、まんない。嘘やもん。今、嘘じゃないもん。眠いよね。朝5時やから。眠いよ。すごい。朝5時。企画もの。この動画上がってる、そもそも。あ、でもね、この動画は、だから、YouTuber。うん、この動画を見て、うん、得れる利益は、はい、ライトチューブが持っててますから。はい、ライト YouTuber がいるんですよ。隠れ。ナイトチューバーです。隠れナイトユーチューバーがいるんですよ、これは実は。だから利益なんですよ、これ。だから決してユーチューバーではないです。だから一人ウィンウィンですよ。俺がどんだけ喋っても、ナイトチューブのアカウントで、ユーチューブに上げて、それがまあ一覧どんだけ伸びても、その利益に関しては、何ら関与してない。ナイトチューブさんのものですよ、ウィンウィンですよ。向こうが利益を持っていくし、こっちは金払って出てくるし。そういうなんかもう、なんていうんですかね。アコギの商売ですよ。アコギの商売ですよ。お金とかは別にいらないですけど、そんなお金とかどうでもいいですけど、その中で、ね、細かくなんか、搾取されてるわ。ね。奪われる側。うん。搾取されてる。奪われてる側に回ってる。動画というコンテンツの中では、搾取されてるんですよ。うまいこと言ってね。いやもうホストってもうなんか最近もうメディアとかにわーって取り上げられていろんな人がこう見てる対象じゃないですかだからもう絶対こういう動画配信サイトとかめっちゃいいと思うんですよどうですか金払って出ませんかでいやそんなんじゃないそんなんじゃないカモって言われてるカモってわー尖ってるなこうやってそのなんかカモたちをいい区分にさしてワイワイ出してどんだけまあまあ任せてほんでやっぱ最終的にどこで搾取していくか、はい、摘み取るって言ってますからねじゃあもうだってここもうバーって貼ってあるこのホストさんのポスターとかも全員あのこの人たちも搾取されてるかもでーすってことですよねもう言うなればだか
カモンであったやつを電動入りみたいな。電動カモン。カモン。電動カモン。一番のカモンが。ファーストデモンで。この人たちもカモられてます、ね。カモンなんですよ。そういうシステムなんです。持ってかれてるんですよ、YouTube。うん。まあ、別にいいですけど、別にこの暇つぶしですから。別に。すごい。ゲートにします。数々の、なんかね、知ってるホストから知らないホストまで。やめたホストから。知ってるホストから知らないホスト。知ってるホストから知らないホスト。やめたホストから。ね、顔周りの毛がめっちゃ長いホストまで。そして見たい、聞きたい。そうですね、もういろいろいますよ。いろいろいます。誰がいるの気になるやろ。そのホストにめっちゃ詳しいみたいな、なんかね。歌いたいじゃない。歌いたい。そこにいつか俺も。いやー、僕は乗らないですね。乗らないです。だってこんだけ桃手だって、いやもうカモやって言ってますけど、うん、乗らないです、うん、俺が一番カモですけどね。どう考えても一番払ってる、一番カモですよ。一番沸かしてますから。もうだって何シーズンにわたって出てますから。だからみんなだから沸かさないようにしてるでしょ、うん、で、沸かさせていただいてるでしょ。はいはいはい、はい、ナイトチューブさんに沸かさせていただいてあげる、はい、もう沸かそうとして、沸かしてナイトチューブさんはそれをやってるから、俺別に自分で沸かせる能力を持ってるから、はいはい、もう言うなれば出てくださいよの方ですよね。いや炎上系とかいっぱいいるやん。はいはい、いるやん。います。そういう人ではすごいやん、自分で沸かせれるから、うん、もうその人の発信したものだけでも、文字だけで人の心をお前、うん、ふつふつと興奮させれるんか。お前は無理です。無理やな、はい、お前無理です。やってみろお前、文字だけで。2文字でやってみるか。1回2文字でやってみろ。2文字な。くらはい、ダメです。はい、ダメです。はい、無理です。無理です。はい、今、実家のあの、古屋の蔵のこと思い出して、2文字の蔵って。ダメです。無理です。蔵じゃ文字だけで人の心でまた共感なり、出すことができる。あ、じゃあ、120文字でお願いします。120文字でできるかも。声枯れてるんで、今日は無理です。まあ、じゃあ、最悪もう、リアルツイートしてください、このタイミングで。いやいや、無理です。無理です。無理です。そんな。ただまあ、その喉をすごいもう枯れてるって言いながら、バチバチ炭酸きつめのレッドブルをグイグイ飲むっていう。眠くなるんで。ああ5時半なんで。眠いなぁ。早いなぁ。お手本クルーズやめろ。クルーズクルーズクルーズやめろ。クルーズやめろ。絶対やめろ。クルーズクルーズ詐欺。なんかね、面白いことしたいよね、別に。ホッサンが何したって別に許されるんですか、うん、もうなんかだってこう、年明け、年末年明けとかのなんかウェーイみたいな、よくわからない、浮かれムードみたいな、もう一旦静まりましたもん。だからホッサンは、なんか楽しみに行く。何しても許されるって、何してもいいって、なんか究極のあると思う。あ、何あるホストが許されるんや、みたいな。おい、今作ろうとしてるから、入れろや、はい、早く。売れてないくせに、ボケ。売れてから言えや。おい、しょうもないな。喋りも面白くないし、顔も無責任やし。ちょっと小太りやしな。お前入れろや、そんなもん、お前。喋ってから言え。なあ、喋るか売れるか、なんかしろや、お前。ホストとして。なんやねん、お前。今日何で。これもすごいディスられてると思いながら、これ今のシンキングタイムですから。シンキングタイムの音楽ですから、今の。お前何だかお前三択を言ってやるよ。三択を読み上げてもホストやからな。お前床拭いとけ。いや拭くな、お前拭くものに失礼や。むしろお前手でやれ。手でやんな、お前舐めろ。そう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 、シンキングタイム、シンキングタイムの音楽がすごい、ディスがすごすぎて。だからこれやっても大丈夫みたいな、知ってますか？これやっても大丈夫、うん、極論ホストはレイプしても大丈夫なんやって。ちょっと待ってもう一回いいですか？もう一回いいですか？極論の話やけど、はい、ホストってレイプしても別に大丈夫ない。もう2回。本当にちょっと言葉足していい？はい。あの一番分かりやすい形伝えてください。ホストって1回でも指名されたら何してもいいやって。ほう。レイプされてもいいやって。されるのはされてる側になってる。してもいいやって、はい。あ、その、指名してくれたお客様に対して、ね、うん、そうそう、してもいいし、いやでもね、なんでやと思う？なんでの？お金払って指名されたっていうのが裁判で有利になってくるんやって。おお、そうや、まあ、お金払って指名したってそんだけの価値があるんやっていうことを立証されるんやって。ほら、レイプしてもよかったら何してもいいな。レイプって最大の屈辱やろ。結構な重さやぞ、お前。重い。駆除暴行やで。絶対重いですよ。結構重い。みならの声超えてます、ね。めちゃめちゃ重い。暴行も。すごい重い。ただ、この話のネタとして結構、うん、その、根拠的な部分、マジのやつ来るんや。いや、めちゃめちゃ重いんやって。そんな反響。犯罪的には重いやって。俺詐欺ぐらい重いやって。
まあ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 。人のね、心身を傷つけて、うん。頭がボケてきた老人を騙しかけて、うん、お金を搾取する行為よりやばいやつ。それオッケーなやつって、うん。でも極論オッケーらしい。じゃあ指名されたら頭がおかしくなってきたババアから金を搾取してもいいってことかな。それもええやって、はい。だって極論それより、もう重罪のやつがオッケーになってるから、ね。やばいやん、もう、罪やん。ホスト。罪じゃないよ。だから極論の話極論は。やんないですよ。やんないけど、範囲としてどこまでやっていいのかって言ったら、フォークとスプーンの違いわからんくなったおばあちゃんから金むしり取ったも何も言われないって。スープ飲むときにフォークでなかなか飲めんのよ、みたいな。全然いい。言ってるババアから。うん。ババアから。スプーンやつって箸渡してもいいし。全然いいやつ。すごい。気づいたらおばあちゃんご飯食べんのスプーンで食べてる。すごいうまくなってる。全然いい。全然いい。だからもうホストすごいなと思ってますけど。通帳奪ったらやばいんじゃない？通帳奪ったらやばいよ。通帳奪ったら手をこう。そう。バーっていったらね。ラグすごいな！ラグが！ラグがすごい来てます。ほらもう、深夜手当にタイマーになって、ラグを生み出してるやん。いやいや、これ見たことないぞ、俺。またこれもあれですか？ちょっとラグ。俺、深夜8時の番組、これ見たことないぞ。プレミアム出演者になるために。深夜の人、ちょっと能力低めの人が金払ってくるやつやな、これ。どうなってんの、これ。これも多分。7時、8時の番、このユナイトチューブで、こんなんなってるの見たことあるか、お前。多分今見てる人には、これ以上プレミアム会員にならないとって出てるんですよ。だからもう月額いくら払ってください。そうなの、多分出てる。そんなあるやん。もうだから僕らもプレミアム出演者になるために金払ってください。いや、なんで俺プレミアム出演こんな価格になって7時、8時見たことないことない。5時半、5時半、5時35分だったら怒りやってる。これは完全に作り手のミスなんじゃないかな。ミスではない、今のは。ミスです。今のは技術的な問題ですよ。完全にやった。技術で返してください、スタッフさん。完全にやったら。もうジャニーズの年末のカウントダウンコンサートのチケットはもう今年はいらないんで、技術で返してください。カクやお前。カクカク。すごいもう。本当。あと、そのスタッフの人ね、これニコ生の方にはバンバンコメント入れてくれるんですけど、アベマの方のスタッフさんどうなってますか？アベマの方のコメントを動かしてるスタッフさん、裏でコメント動かしてるスタッフさん、全然動いてないですよ。これね、アベマ。アベマってすごいですから、最近は。最近来てます。最近結構 CM とかもガンガンやってましたよね。やってますよ、アベマ。来ました。アベマ TV。おもんないな、お前、ええ、今日最近真面目なことしか言わない。コメンテーター側。コメンテーター。最近は面白かった。さっきの俺、自分でもおもろかったわ。ホストは何でもありみたいな。おありなんですか、ありなんですか、ね、じゃあ、どこまで行きます、ん、結果、そこでしょ。どこまでも行けるんだよ、だから。俺のお客様への、はい、悪事の落としどころ。はい。どうしようかな。悪事の落としどころか。まあでもなんか、そうですね、僕感謝してるんでね。わあ、すごいいい人。プレゼントあげるぐらいかな、逆に。わあ、中身聞いていいのかな。使ってもらったお金100万円やったら100万円丸ごと返すことかな。回してる。ここで。ここで回してる。100万円ありがとう。はい、サプライズよ。おお。ちょサプライズ。返してもらえると思ってなかった100万円。あ、まあまあまあ、返してもらってどうするの。価値があるものに対してのお金払ったってことですか。そういうことか。サプライズ500万円返してもらえると思ったりスッて返してくれたらどうするの、はい、いやでも僕がもしお客様が嬉しいやろうな、嬉しいっていうかただ怖くなる。100万円もう俺が欲しいがたまに100万円払って、さらに俺と100万円2つも手に入れるみたいな。ああ、その別に関係が終わるとかじゃなくて、どうせして焼肉どっち食いたい、焼肉どっちもあげます。嬉しい。嘘でしょ、焼肉の気分だったのにお寿司まで勝手についてくなんてやだ。最高でしょ。そういうことですよ。僕そういうホストなんで、そういうのがあるんですよ。すごい。だから何でもしてもいいんですけど、だからもう気をつけてくださいよ。僕は注意をしたかった。気をつけてください。はい。指名したら、はい。そんだけの、うん。なんていうかね、まあ安易な気持ちで指名しないでください。はっきり言って、うん。あなたが価値があると思ってお金払ったホストには何されるかわからんよっていう。気をつけろ。そうです。見極めろよ。そうです。払ったからにはされちゃうぞっていう。そうです、そうです、そうです。だから親とかもいいじゃないですか。歌舞伎町なんかで飲んで危ないよって。はい、本当に僕危ないなと思うんですよ。僕以外のホストなんて何考えてるか分かんないし。僕以外のホストなんて多分全員おっぱい揉みたいと思ってると思うんですよ。僕だけでしょうね。おっぱい揉みたいと思ってないの。でも時々。僕だけ。それ、折れてるからでしょ。ええ、うち上がんないから。折れてるから上がんないから。みんなおっぱい揉みたいと思ってるんですよ。僕以外のホストは。すぐ。なんか、好きあれば父揉み出すみたいな。そう。
だってこの前面接、この前面接来てた子もおっぱいも見たけど細くなりました。やめときや、もうすぐ落とせ。すぐ落ちてました。すぐ落ちてました。エイジも揉みたいな。揉みたいよ。揉みたい。本当に。じゃ別に、な、え、っていうか別に。お前お寿司と焼肉やったらどっち食べたい？お寿司。おっぱいもあげます。嘘でしょ弾力のあるシャリとその上のネタだけじゃなくて、さらに弾力のあるおっぱいがついてくるなんて嘘でしょ。噛み。できますか？噛み。ついてきますか？ついてきました。普通に締め、私エイジ君締めポイントされたらもうおっぱい、うわぁ、揉み出すんですよ。じゃあ締め、いいの、いい。聞こえた瞬間にダーン行くでしょ、うん、あんなのもう危ないですよ。だから親とかがそういうのも気にしてるんですよ、うん、もしかしたらホストなんか指名したら本当におっぱい好きのホストだったら、うん、もう父とかは静かにされるんじゃないかしら。私の娘多分もう半年後にも父シワシワですよ私の娘、うん、いや、ま、私の娘は私の俺の娘がホストなんかみたいなものを指名すると何してもいいから父なんか取られるんでしょうねうまいホストやったらブラの隙間からチクまで行くんでしょうね。そうあんまホストも関係ないですけどね。もうそこまで行くと、うん、テクニックの話。ここちょっと隙間へとてるもん。シューンできますか。びっくりしますよ。多分今の視聴者には聞こえてないぐらいの声でしたよ。シューンっていう。あかんかんかん折れてる方の腕。折れてる方。はい、折れてる方の腕。折れてる方の腕で。行けるかい。はい、行けー。おっぱい揉めー。あ、やっぱ揉みたいんですよ。やっぱ揉みたいんですよ。俺は揉まないですよ。気をつけてください、みんな。あと何あるかな？日常に含まれるホストを指名してなんか危険なこと。なんかないですか？危険なことですか？危険なこと。危険なこと。でもあれでしょうね。なんやろ、こう。正直でも、もう、危険なこと？あるな。あります。全然。ある。めちゃくちゃ。本当に。だ僕ら自身が一番知ってますからね。本当に危ないぞ。結婚詐欺なんかもうなかなかない。もっと、もっとすぐあること。すぐなんかあること。なんかあるやん、なんかもうすぐそれする。酔っ払って、飲み行って楽しくなって酔っ払って、もう記憶がないと気づいたら家。あれ、なんか私家帰ってきた。そんなんじゃない、もうなんかおっぱい揉まれるぐらいの軽い感覚の悪事。なんかない？鼓膜破れる。鼓膜破れるわやばい。シャンパンコールの踊るさすぎて鼓膜破れる。破産する。マジで？エレチューとかも絶対嫌やわ。俺が親やったら。ああ、その目線なんですね。親目線で。あの。エレチュー。私の娘がエレチューされるんか。あの小さい密室の中で。ね。3×6m 四方のエレベーターの中で。もっと綺麗なところして。あ、そ、別にチューっていう行為は。その新鮮なキスというケースっていう行為は別にいいよ。チューはいいよ、うん、そこじゃねえだろ、うん、エレベーターじゃねえだろ。綺麗なところでしてほしかった。そんなエレベーターみたいななんか汚いあんなもん。確かに、うん、ゲロが落ちてるかもしれないし、うん、危ないですあんな。やめっす。違う階の人がバーって乗ってくるかもしれないし、うん、まあそれはそれでドキドキするんでしょうね、うん、親目線外れた、はい、あとほん、はい、本当に変なとこでセックスするでしょ、うん、外とか。あのなんか上がってたでしょツイッターとかで。あんなやめてくださいよマジで。あのそれ何年か前の夏さんのブログにも書いてありました。でも本当にやめてください、うん、あれはすごいすごいやたらと、うん、あれやるときちょっと告知してくれんか、うん、もうキャスとか配信してくれんかな。いや本当にね、もうそう本当にもうそう分かりやすいの。いや告知してくれたらありますよ本当にもね。よくありますよ。中入ってください。よくありますよ。いやもう後ろから後ろから CM、うん、そう登場する前に一旦タイミングで CM 行きますよ。行きますよ。そうね、 CM もう本当にね。
りたいんです。君たちか待つぜ。なんでうちを選んでくれたの。月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい、はい、君たちやっぱりロブジーだな。メンバー変わりまして、はい、ね、お久しぶりの木崎龍と、はい、前回あの初登場のコウです。コウです。三髄に光るでコウで、はい、木崎龍名前だよ。名前へのクレームですか。名前がヤクザ。ヤクザはやばいっすね。そんな名前は見たことないです。名前かな。あーなるほど、はい、名前誰指名してんのって言ったら木崎龍言いたないわ。いや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 、なんかポップにすればキザルよとか。キザル、ちょちょちょ、渋夏みたいなね。キザル、いきなりそういう解明の仕方で。ああ、まあまあ、はい、リュウ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 、なんかないの。なんかこうはこういうな。ああ、確かに。まあ、あ、僕、大丈夫ですか。まあ、なんでもいい。え、なんでもいい。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 まあ、なんでもいい。俺もちょっと不思議ちゃんこうでした。進化してきた。俺までして。俺までセリフは何食うてんの。空気っす。なんか食うてたよ今。今何食うてんの。何食うてんの。何食うてんの。爪爪食ってない。なんかしかも発声、言葉は発声あれなんすよね。俺爪食ってた。いや、もう一回。もうちょっとアップで 目を強調してくれ。最初から食うてんの。だんだん食えよ。いやでもあれですね。もう一回。なんだ、目とかはね、まあ、するかもしれない。こんなのかね、こんなのするかもしれない。そう、いつものあの、ほら、セリフ、セリフも。あ、一個だけっていう。俺、見たことないで、こんな。こんな、ちょ、待って、待って。何だ、何だ。いや、わかんない。空気触ってた。空気触ってた。空気触ってた。でも、夏希さんの方が、あれなんですね。僕の真似してる。僕が夏希さんの真似してる。あ、そうね、あの、夏木さんの真似をしてる、コウの真似をしてる夏木さんの方が面白いっていうのを、ね、今もう信じてる。俺だから、もう持ってかれるなんて。俺の前にいつもあるんですよ。逆に爪食べてるじゃん。ありますよ、そんな。あの、店の主が、まだ全然売れてないよな、ファストに爪食べてる、この前食べてる。いやいや、最初爪噛んでるとこ見たことないし。爪噛んでない。僕も見たことないです。なんでアレンジ。なんかコロッケみたいに、オーバーに。ああ、なるほどなるほど。ちょっと誇張した感じで。誇張してやれんやろ。お前の中での誇張は空気を食べるっていうのが誇張。まだ売れてないファースト。俺爪噛んでるじゃないですか。売れてないファーストで言ったら、昨日ね、俺お客さんなんか、店来るのに、場所わからないっつって、こう、なんか、電話してたんですよ。あの、場所はどこみたいな。ああ、お店の場所。ファーストがキャッチしてくるんですよ。お姉さんみたいな。どこだと思う。で、わーしゃべってるから、俺店案内してるから。ああ、はいはい。今ちょっとシェブナツさんと電話してますって言えよみたいな。そしたらお前、まあさすがにあーってなってどっか行くやろと思って、シェブナツさんと電話してますって言って、あーシェブナツさん、あーめっちゃ売れてる人やんみたいな。いや、両系食いついてきたと思う。逆効果だった。いやマジか。逆にね、電話越しに見た目とか分かんないですよ。ただもうキャッチかなんかナンパみたいなしてれば、まあ売れてないホストやと思うんですけど、俺のお客さんにこう、まあ LINE 教えてよって言っての聞こえてたから、シェブナツって言ったらみたいな。でもその渋谷って言えよって言ったら、あ、渋谷めっちゃ売れてる人やーって、どうのこうのってめっちゃ食いついてきて、なんかこうです、めっちゃ腹立つなって、まあ、普通だってね、焦ませんみたいな、なる、せませんって言っといてくださいみたいな感じで、まあ、去るかなと思ったら、売れてる人やんみたいな、いやいや、そんなにお前が売れてない人やん。逆に、お前、俺は売れてる人という、よく考えたらね、俺が売れてる人というくくりに住むやったら、お前売れてない人やん。変な話ね、そうです。まあ、それでバーって続けるんですよ。その後も、ね、あ、まだトークがついてるんですか。まだガーって女の子に、先輩に怒られるんで LINE 聞かないとみたいな。あ、いやいやいや、どんな先輩やねん。先輩に怒られるんで LINE 教えてくださいみたいな。うわ、先輩に怒られるから LINE 聞きに来たのが俺のお客さんって、なんか嫌やなと思って、それすぐ聞きそうって思われてるんじゃないお前みたいな。
なんか嫌じゃない、なんか。だってさ、なんかさ、例えばじゃあお前が先輩やとして、あ、後輩やとして、俺が、誰でもいいから LINE 聞いてこいって言ったら。はいはいはい。LINE 聞けそうなやつ行くやん。なんかすっごい。まあ。もう超金持ち、私、はぁ、みたいな。もう、はいはいはい、ベントレー乗ってる人、コンコンって LINE 教えてる。いや、それはやばい。それはやばい。車欲しいね。トントン。ベントレーがもう、ほんと高級車、もうなんかもう、フェラーリとか乗ってる女の人、ハットこんなん被って、もう、すっごいの、もう。こんなん被って。毛皮とかもすっごい。毛皮ももうすごい。犬抱いてんの。ライン教えてください怖い人出る人、ね、先輩がー言うて怖い人怒られちゃうんでーやばいっすよー先輩がーこれ犬抱いてるから私っておめっちゃ金持ってる人やって言わないでしょめっちゃ言わないでしょ見たことないですよ私の旦那なんちゃらおめっちゃ金持ってる人やって言わないでしょそれなんだだからLINEを聞きつこうもなしょうもないまあまあなるほどなるほどかなって思うあーっていう風に見られたと逆にすいませんみたいなはい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 だから LINE、うん先輩に言われるんですって LINE 聞いてこいって外で俺は弱いよな、そんなんなまだまだ言われたことないですねまだね、まだね、まだね、ないねそういうの外に歩いてる女の子に LINE 聞いたところで、ね、出会いが外ってなかなかね、うまいこといかないですまあ確かにね、なんか出会い方大事やん出会い方ね出会い方大事やん、ね、そうですねだってお前じゃあな、ね、変な話これはもう本当は言っていいんやスバム街で出会った女と結婚したいと思わないし。いやー、思わないですよ。さすがにそれは。スラム街スラム街で出会った気品正しい清楚な女性と結婚します。スラム街に果たしてまあ気品正しい女性がいるのかどうか。だから、なんか嫌やん。なんか嫌やん。黒人のイメージしかない。なんか嫌やん。出会い方大事だ。出会う場所とか、出会い方とか。大事じゃない。はいはいはい、大事っすね。だからこんなのもん歌舞伎町で、歌舞伎町でもスラム街で、歌舞伎町で、ナンパさん、ナンパというか、まあ、教えてよ。そんなね。でも、昔ぐらいに思ってるのは、本当に、まあ、まあ、もちろんないことなんですけど、あのね、やっぱちょっと、落としたハンカチ拾っての出会いみたいな。いやいやいや。ね。あの、ちょっと、ね、今の時代ハンカチもね。漫画っすね。いや、そうだね。だから、ハンカチ自体まずないけど、なんかちょっと憧れるみたいなね。ちょっと、映画かよ。小学生の頃からちょっと憧れててね。でも、誰もハンカチ落としてくれないハンカチなんて落とさないやろ。誰かわざと起こしてくれないかな、みたいな。そういうのちょっと思い描いてたんで、ね、価値持ってる人がいないよね多分今いないね今の時代財布をね財布ねああ自分で落としてるだから財布を見つけてくれたっていう安心感だけどもうそうしてくれたあ財布あったし言わんみたいなだからもうなんかその出会い方大事なんですよそんななんか変なね LINE してくれぶっちゃけ先輩も変な話、じゃあもうミーティングとかで、ね、お前じゃあ営業してたのは、こうしろって言った言葉なんて、まあお前にできんけどな、みたいな。お前なんか LINE 聞く外でも歩いてけ、みたいな。これ悪口ですよね、ただの。ただの自分の人の日頃のストレス。日頃の、だから変な話、まあ、マットラスの大時計なんていう先輩がもしいるとしたら、そこの YouTube の人は、それはお前に対して悪口や。そんなもん大時計なんて誰でも言えるからね。はいはいはい。まあね、もちろん。大統領ったら一人でも来るんじゃないって。やばいよ、そんな。宝くじ買っとったらいつか当たるんじゃないみたいな感じだな。さあ、そんなもん。そういうことでしょ。ただそこでもし、あの、ちょっと先輩にさ、ちょっと抱けって言われたから、ちょっと抱かせてくれへんって、抱かせてくれる女もどうなんてなるっすけどね。逆にだからそれ言うてまうやん。なったら、ね。先輩に抱いてこいって言われたら、もうそいつはもしかしたら、そのさっきのパターンで言ったら言うかもしれないですけどね。そういざとなったら。ねえ、そうしようよって。先輩でもらえるから抱かしてくれみたいな。もう、もしちょっと手間待って、嫌だな、それ。手間待って、抱いた証拠ないやん、みたいな。抱いた証拠ない。コンドームに、ちゃんと入れて。え、お前で抱いた証拠なんだ。使った後のコンドームそうですね。あのコンドーム何を入れんの？あの、精子。精子をね。俺のモノマネしたから、入れてみて、ちゃんと。俺のモノマネしたら、俺のモノマネで、そう、言ってみて、今の。今のね。こうやって、で、入れて。それどうするそう、それどうするの食べろや、お前。食べろや、お前。今の空気、空気。食べてるな食ってる、食ってる。あ、いいよ、食ってる。お、手、手動いた。これはやばい。じゃあ、やばい。これはやばい。これはやばい。顔、顔。今。なんか、おはじゃあ、早言えや。早言えや、セリフを。セリフが。空気振っただけや。あ、これ悪い。いや、ちょっと。これはちょっとやりすぎましたね。空気食っただけや、今のアップで。これは悪いナイトチューブから、もう挽回しましたよ。め
ちゃくちゃ今のアッパやばいめちゃくちゃですねこれお前こうもちょっとはずいけど一番はずい俺やから夏木さんのあれ、ね、巻き込まれてるだけですか、ね、俺が夏木さんすごいなすごいね。すごい後輩とすごい番組のスタッフを持ちましたから、スタッフってやぶダメや。いや、今のね。友達ってよ。新しい。いや、友達じゃない。本気だしってからすごい。ファンキーすぎるって、わざファンキーすぎる。マジっすか頭悪いだけやなってことない。いやー、どうなんすかね。だってお前、なんか喋りとか全くできんやん。じゃあ今からさ、はい、あと5分間、はい、お前一人でなんか喋りすぎて。ああ、逆にね。あーそのトークトーク、ね、おーとか言うから。はい。やってみて。とりあえずじゃあまあ。コメント拾ってこようかな。コメント拾わんでいいから。MC みたいな。MC みたいな感じ。はいから、ちょっとね。はい、どうぞ。違う、どうぞ。お前がどうぜ。はい、はい、お前言ってんねん、お前。はい、やってまいりました、みたいな感じで。はい、やってまいりました、みたいな。そうそう、今からやん。俺喋ってないで、あえてやんねん、お前。お前、俺がどうぞって言ったら、そっからやん。はい、どうぞ。いやー、盛り上がってきましたね。はいやん。はい。はいから。そこではいなんすね。そこではいなんすね。はい。じゃあね、盛り上がってきましたね、もう、本当に。はい、どうぞ。どうぞ。え？どうぞ、ワロー。何これ？いや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 。いや、コメント拾おうかな。いやいや、お前、セックス中の耳元で囁く言葉ちゃうやん。どうぞ、え？あ？あ？ええやろ、じゃないお前。ちゃうやん、ちゃうやん。ちゃうやん。カメラあれですか？カメラあれですか？ええやろ、あ、あってお前。コメント見ながら、そのコメントに対して読むとかじゃなくて、あんあんとか言うのはいいから、ちゃんとこう、熱く見て喋るんですよ。くどき文句教えて。くどき文句、まあ、ちょっと拾いながら、あ、俺はくどき文句あんねん。はい、じゃあ、くどき文句ください。どうだろうね。夏木さんこんな、あれっすね。くどき文句。くどき文句とかはないっすけど、まあなんか俺はやっぱあれっすね、なんか、男らしくね。ああ、逆に俺、俺についてこいっていうよりは、まあもう、消えてくれみたいな。逆にね。逆、逆。はい。まあね、そうですよね。もうね。どうして？リュウ君どんなんすか？どうしてリュウ君どんなんすか？この振り方で喋らされるの嫌やわ。すごいな、やっぱ語彙力という、ないな、なんか喋りに対する技術が。しかも振るんやったら、僕はこうこうこうなんですけど、まあ実際どんな、どういうふうにしますみたいな感じで振るんやったら、お前の場合はもう人をなんかこう刺してってる、助けてあげるのがやっぱ MC やねん。やっぱ殺しすぎてますね。もうやばいやばいな。もうすみません。僕はね、僕は普通にね、どんな感じか、普通にまあとりあえず飲んで電車上がってきて、恥ずかしがりやん。そうっすね。とりあえず飲んでテンション上がらずに喋れんの。いや、シラフな時に何て言えるかがお前大事だよ。まあ、シラフでも普通に言うんですけど、ね、普通のそれちょうだい、うん、偉そうやな、腹立つな。あ、普通に普通に行こうよ、はい、行こうや、普通にどこに行こうや、どこに行くの、どこに行くの、行こうやじゃない。いや、風呂行こうや。風呂って何？風呂は、あの、何のことを風呂って呼んでるの？ホテル、通称ホテル、ホテルとか風呂って呼んでるの？やばいな。僕は風呂って、風呂って呼んでるんだ。はい、風呂、伝わんの？風呂行こうやって。え、風呂行こうやって何て言われるの？何風呂って何みたいな。まあ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 、そうだ。何て言うの？普通にホテル、ホテル。いや、ホテル言えや、言うんかい。ちょっと面白いかな。風呂の下りだよ。風呂は。ちょっとなんか、そういう面白い感じ。面白いのを挟んで、行きやすいのやつは結果的にスッと行けるんや。お前のじゃあ、風呂気分か。なんか、恥ずかしいから最初、そういう挟んでみたいな。で、口説き文句ってそういうのじゃない、なんか。そういうのじゃなくて、なんかお前さ、なんかやるためのなんか、そうっすね。絶対口説こうとしてないからな、もうないから。うん。ちゃうね。口説く言葉や。口説く言葉ないかもしれない。もっと、ライトな、ライトな。もっと手前。そう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 。お前入れる手前あるじゃない。もっと、あったばっかりぐらい。で、ちょっと、ほら、じゃあ狙ってる女の子とちょっといい感じになってます、みたいな。デート中の話をしてるわけよ。デート中の話。そうそうそう。もういいか、お前の話は。とりあえずチューすればいいかな。チューすればいい。もう、最近やるから。最近やな。こういうさっきの知って。来ましたよ。今だからこういうホストがいるから、嫌なんですよ、親御さんはホストに立つのは。いや。とりあえずチューしとけばいいみたいな、こんなホストいるから、もう絶対嫌でしょ、俺がお父さんやったら。お前みたいなやつ嫌だわ、クソガキが。ムカつくわ。あ、じゃあ片思いの相手バージョン。相手は自分に対して何も思ってません、でもちょっとこうは気持ちある、どういうふうにこう一言かますか。一言、うん、一言一言。え、普通にね、うん、肩入れてんの腹だな。はぁ、普通に好きだよ、お前、好きだよみたいな、好きだよみたいな。キモいな、
好きだよ。とりあえずチューする時点で俺もちょっと引いた。いやーね、チュー大事っすよ、やっぱでも。だから売れてないと思う。ごめんなさい。売れてたらいいけど、別に。それはなんでお前に売れてないお前に売り上げなんか400円くらいのお前に なんか注意大事っすよって言われながらタバコぐらいしか買えない。タバコも買えないんすよ。タバコも買えない。なんでお前注意大事って言わなあかんの。何が大事なんでしょ。いやなんかやっぱ気持ちが入るかなみたいな。気持ちが入るの、ね、お前の注意。そうそう、絶対入らない。誰にでも注意すんの。いや誰もしないっすね。誰にすんのじゃ。誰だろう、ね、名前言ってみよう。誰にすんのよ。誰だ、何名前を言ってみちゃう。誰にすんのか。誰だろうね。最近注射した人の名前言ってみろ。ああ、それはちょっと。いいや、別にいいよ。はい、言ってみろ。まあ、最近注射。いや、それはね。イニシャル、イニシャル。イニシャル、イニシャル。イニシャル、何じゃ、イニシャルやん。売れてないの、400円しか売れてないの。何のリスクがあるの。酔っ払っていつも電話かける子。何のリスクがあるの。いただきます。ちゃうやん。チューした人は名前を呼んだ、お前。名前っすか。名前よ、フルネーム、あだ名、 LINE の名前、 LINE の名前、 Twitter の名前、 Twitter の名前。大丈夫だ、そんなもん。だってそんな害ないやろ。あっちゃん。あっちゃんっすか。はい。あっちゃんに。あっちゃん、あっちゃん、あっちゃんとしかしないやん。いや、あっちゃん以外もするやん。いや、まあ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 、下は下っすね。下は下って何。はい。ちょっともう大丈夫です。ごめんなさい。もうそこら辺ほら、曖昧にしといたらさ、誤解されるから。皆さん来ました、ついに吐きましたよ。プラザーパーティーこう全然売れてないです。あっちゃんと注射らしいですよ。うわ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 。でもあっちゃんも聞いてくださいよ。そこのにも見てる、あっちゃん、こいつさっき言ったのはチューしとけばとりあえずいいかなみたいな感覚であっちゃんにしましたから、チュー。これはひどいですよ。いつもだからあっちゃんに対してもそういう感じで思いながらチューをしてるってことだよ。いや、流れてる。いや、お前ひどいや、お前ひど。あっちゃんに謝った方がええんちゃう、お前。とりあえずチューしよう。あっちゃんのお前ちゃん、そこ目指せて、とりあえずチューしてもいいと思って、あっちゃんに警察な思いでチューしましたってことちゃんと言わない。そしてあっちゃんとも風呂行ったんやろ。いや風呂も行ったやろ、お前。風呂は行ってないです。風呂行ってるやん、絶対。お前風呂は行かないです。風呂は風呂行ったやろ。俺飲んだってことは風呂行ったけど、お前分かんないんだ。風呂は行ってないです。なんでその喉乾く。いや、ちょっと。じゃあお風呂、お風呂、お風呂 CM ドンって、お風呂 CM ドン。あれ、はい、じゃあ、はい、あっちゃんと注射みたいな。はい、ね、あっちゃん、あっちゃんだね。あっちゃんね、注射こうね。はいはいはい、注射。お風呂は、お風呂は、うん、大丈夫です。入ってないです。いや、入ったでしょ。入ったでいいですね。めっちゃ笑ってるよ、まあまあ、もうじゃあ一体飲まんでよ。そんな飲まんでよ。なんでそんな飲まんでよ。あ、そういうの。お風呂行ったよ。お風呂はね、いや入ったよ、ね、絶対入ってるよ。いや、どうする。いやいや、飲まんでいいから。今日お風呂入った。今日は入ってないです。あ、普通に頭洗った。普通にシャワーです、シャワーです。そういう話しちゃう。だからお風呂行った。お風呂今日っすか。今日は行ってないですよ、お風呂。あ、じゃあ、あっちゃんとは。あっちゃん、すごい、まだですね。あっちゃんと行ったやろ、お風呂。いや、お風呂は行ってないですよ。そうだね、まあ、とりあえず、まあ、注射と。はい。
あれは使ったんですよ、あっちゃんは。そうそう、正直、うん、いくら使って注射、うん、あっちゃんに返しては500円ぐらいですか。500円、はい。まあ、タバコは買えるぐらいで買いました。タバコは買いました。安い注射が、こうはタバコは買えるぐらいで注射します。初回とかじゃないの、あっちゃん。どうですかね。ねえねえ、だからねえ、飲まんの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 みたいな。ああ、まあまあまあ、そんな感じですね。初回や、はい、やっちゃうんだから初回からあったっすけど、初回のあっちゃんに初回っていうか、まあ注射したと。ちゃんとその次回来て、あ、来たい、来たっすね、あっちゃん。まあまあまあ、こういうホスト嫌だよな。お、なに俺がお父さんやったらマジ嫌やわさっき言ってたんですよ、ホストって何しても正当化されるって。あっちゃん喜んでました、うん、ちなみに。まあまあまあ、まあ、ちょっと喜んでたから、まあまあまあ、まあ、まあ、嬉しいわって、はい、手術されて嬉しいわって言うな、なんかウェイみたいな。え、いいやんか、ウェイだよ、ウェイみたいな、はい、さ、あっちゃんどんなノリで注射ウェイって上がってこいよ、ノリで、はい、うん、僕結構ノリで言うたノリで結構まあ、喋んない方がいいな。もう喋んない方がいいな。いや、ノリで来ました。もうダメだ、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 ほら、ノリで、ノリで言ってノリでって言ったよね、今。いや、ちゃいました。実際、実際どうなの、実際ノリ。いや、いや、実際ノリではないです。実際ノリ、ノリではないです。まあ、でもその気持ちじゃ入ってた、気持ち。いや、気持ちはもちろん、ね、ノリでしたい。そうだってて、気持ちをな、したい、したい、普通に、うん、もう気持ち、ちゃん、気持ち、あんま喋んない、もうやばい、これ以上喋ったらやばい、余計なこと言っちゃう。なんてこと言うの、お前、お前、言葉選べよ、放送で。はい、そうっす。名前言うてもでるやん。緊張、緊張、緊張。絶対ダメやろ、名前言って。いや、なんかすごい、振りがもう。あ、俺のせい。いや、そんなことない。ちゃうやん。ああ、じゃあお前誰から整理してんの、お前なんかなすんだって。じゃあお客さんの情報とか担当の情報をヘルブレベラベラされる、うん、あの人言えって言われましたかって通用しんからな。はい、ごめんなさい。彼女がごめんじゃん、どうするのお前、はい、A さんって言えばいいやと。ほら、確かに A さんって言えばよかったんちゃいますか。視聴者の人からアドバイスされてるから。あー、やばいな、うん、言うたらダメや、言えって言われても言うてダメなことっていっぱいあるよな。そうっすね、もうしゃべらない。じゃあお前やれって言われてもやってないことあるよな。絶対の、絶対のルール、はい、その人にも絶対のルール、はい、破るよって。あっちゃんと注意したノリでとか言おって、はい、びっくりしたわ、はい、教えたことちゃうな、はい、なんでここに来てこんなはめられたんで、はめられた、はめられたやばいな今日。聞いてください、ね、売れてないですよ、売れてないですけど、絶対送りしない方がいいですよ。いやー、送りとかしたら注意したらノリでしたって言われておいおい、はい、このしかもこの今、まあ、1000人とか見るんですよ、1000人とか見る放送でね。なんでその後、YouTube とかずっと残るんですよ、歴史に残るので。そうね、もう残っちゃうからね。ノリで注射で言われたあっちゃんの親御さんの気持ち、うん、やめろお前、どんな気持ち。いやどんな気持ちよお前、やばいですね、残っちゃいますから。あっちゃんがその YouTube 見た時にね、あっちゃんだってね、そう、あっちゃんの涙が想像できるわ。拭いたろうかな、落ちてるハンカチで。やばいな、ハンカチ落ちてないっす。ここで、ここで戻ってきた、ここで戻ってきた、ハンカチの下り落ちてないかな。拭いたろうかな、お前。そうね、誘ってね、あっちゃんの涙とかね、落ちてるやつ見てるかな、俺砂利つけたりとかしてね、ここにね、あ、砂利ついてるわみたいな。砂利はやばいっす、砂利はやばいっす。どこの道落ちてるやつ、これ拭いても砂利つけたりとかしてね、砂利つけたり。砂利はやばい俺やろ、よくここにラインストーンみたいなつけてなんか JSOL ブラザーズとかなんかな、ライブとかラインストーンとかつけて、あら砂利バージョンやんけ、オリンピックで。あっちゃんここに砂利つけるみたいな。いやいや、お前新しい新曲でいけるよ、お前砂利つけてみたいな。ちなみにあっちゃんハンカチ持たない。すごい引っ張るっすね。あっちゃん引っ張るっすね。お前でもここでもやっぱ名前を売れたな。え、でもね。もしかして延長商法なんじゃないですか、あっちゃんを使っての。あ、わー、そっか。そのうち宣材写真あっちゃんの出るじゃないか、もう。いや、なんか言っちゃったみたいな感じで出しといて、もう。お前あっちゃんこれ載せじゃん、お前。うわー。そうだよ、乗るんじゃないですか、おい。はい。あっちゃんこうやってやって宣材写真乗るんじゃないですか、お前そんな。炎上させていくでしょ、あっちゃんと僕みたいな。お前の放送人生はあっちゃんと共にあったみたいな言うやろ、ね、終わり側に、ね、折り際の終わりに引っ張るな。
引っ張られるな引っ張られるなお前すごいな喋んない方がよかった当たり前やろお前そんなもん大きい紐をしてたら引っ張るやろお前何出るかお前わからんからでっかの釣れたわお前いやでっかの釣れたわ喋んなきゃよかったな喋んなきゃよかった言うなお前こんな YouTube 出るやから、はい、ダイエットチームだよから喋ってなんぼやろお前釣られたわお前、ね、お前みたいなアホでもスパーって釣られるよあマジか詐欺でサメ落ちたなそうお前みたいななんかアホがもう釣られるからマジか攻められば攻められば何でも言うやろいやなんか推しになんか弱い推しに弱い女の子か推しに弱い女の子かありがたいですね推しに弱いですか推しに弱い男子ありがたいななんか100万とかでもさ布団とか買えそうやんな俺のないや100布団100万で1万円ぐらいでいいっすよじゃあ押したら買うじゃんいや買わないです100万高い高いっす多分3時間話したらお前100万で布団買うのいや買わないっす買わないっすもん買うっす買うっすからじゃあまあ自分にお金があったとしてやそう買えるお金があったとしてめちゃめちゃいい効果あるよってあじゃあお金持ってたら買っちゃうかもしれないですね宝くじみたいな感じ宝くじ感覚で100万の布団買うんだよノリでノリでねノリノリで引っ張りますね壺とかも引っ張りますね壺とかも買っちゃうんですよね多分ね壺は買わない壺は多分壺は余計買うと思うそれ100万が来年だったら130万になりますよって言われたらどうする1年置いとくだけでそれやばいっすドラマーっすね、うん、買うでしょいやお前何でも買うよお前ほんまに効果あるよほんまに効果あるよって言われてさホストにハマるタイプやってどうっすかねやっぱ夏木さんとかすごいかっこいいしちゃんはハマるタイプってもうスタミじゃないよドツボにハマるってことよああそういうことだから現にお前だってさ、ね、お前、はい、前の店ても大変だもんはい、そうああ、ドツボハマったもんな。ドツボハマりました。はいはいはい、はい。だお前みたいな意志ないようなやつが、ほんで、ボスって言ったらダメだと思うんですよ。意志をしっかり持たないと。そうですね。意志を。意志をしっかり持たないと、はい。しっかり持ちます。でもお前持ってることにさせがるやろ、お前、はい。将来どんな男になりたいよ、お前。将来っすか、うん、いや、お金持ちになりたいっすね。ダメやわ。ダメ、ダメ、ダメ。富豪とか憧れます、ね。富豪って何あの、お金すごいいっぱい持ってる知ってるけど偉そう偉いお金持ちじゃないなんかさ、小学生みたいなもうなんか具体的にどうやってお金持ちになるかあと一歩しかないからそうっすかねプランをね、そうささっと言ってまあ一発逆転あればいいかな壺買うわこいつ壺買うわ壺はもうこいつ壺買っちゃうもう買います、多分いろんな人いますけど壺は買いますいろんな人いますよ相当頭にね相当いい感じでいやね、いろんな人いるんでね、まあ、そんなとこもね憎めないんですけど、ね、まあアホみたいなやつをちょっと混ぜ遊んでね、うん、あの自分の立場上げたい女の子はね指名してあげてもいいんじゃないですか、ね、僕だったらしませんけどねそうあまあ僕はしませんけど僕はしませんけどやっぱアホ見て楽しみたい人は若い頃ねすんごいイケメンなので、うん、大丈夫ですそんなイケメンじゃないすごい多分ね返しが来ると思うさよならまだ楽しんではい、いきますでもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。